朗読ラジオ番組「エンジェリック・リンクサイド・ストーリー」の時間です今回はベルゼブ部役のユイカがお送りしますゲーム本編でお楽しみいただいている「エンジェリック・リンク」のメインストーリーはアニメ「私能力は平均値でって言ったよね」の原作者フナ先生書き下ろしの世界観設定プロットが原案となっています今回は もしエンジェリック・リンクの世界観設定でフナ先生がラノベを描いてみたらの第4話となりますルシフェルベリアルベルゼブブたちの世界でもしかしたら起きているかもしれないもしもの世界をお楽しみくださいあの4人組のその後のお話ですそれではスタート第4話 地上界の食べ物地上に落ちた4人の打天使たちハルファス、スデカララビア、アダンン、ンタリオンアンドラス彼女たちはそれぞれ自分の得意分野を生かしてお金を稼ぐと早速村の屋台へと買い食いのために繰り出した。

うまいおい店主これは何て名前の食べ物だアンドラスはというと購入したばかりの菓子に夢中で食らいつきながら年若い店主へと話しかけた店主はそのお菓子は勇者が広めたものでどら焼きというのだと説明したその中でもアンドラスが食べているものは アンドラというのだそうだそれを聞いたアンドラスは感動に震えたななんだとアンドラスだとそれは私の名前じゃないかそうか私の名を冠したお菓子か人間どもめそれほど私に対する信仰心が厚かったとは。 アンドラスそれ違うダンタリオンの的確なツッコミが挟まれるのだがうん <laughs> うまいうまい <laughs> <laughs> この通り話を聞く余裕などアンドラスには全くなかったアハハハハ全然聞いてないし。 隣で聞いていたハルファスも苦笑するしかなかったやがて4人は他にもさまざまな食べ物を屋台で購入すると近くにあったテーブルにつきもはや昼食なのかおやつなのかわからない食事をとり始めたするとデカラビアがふと疑問を口にした本当ト。 地上界の食べ物ってどうしてこんなにおいしいんだろうねハルファスが食事を取る手を止め考えた天界の食べ物って飢えを満たすとか栄養を摂取するとかそういうのがメインで滞在の鈍食、グラトニーに繋がるようなおいしいとか食べると幸せを感じるってものとは無縁だったもんね。 うん、マナはもう食べ飽きたダンタリオンの言葉にはテーブルを囲む他の三人も皆同じ意見だったというのも展開で天使たちが主食とするマナは少し甘いがそうおいしいというわけではなかったからだでもそれは仕方ないことかもしれない 主食に特定の強い味がついていたら毎食ずっとそればかり食べ続けることが苦痛になるだろうそして天使たちが不幸だったのはマナがさまざまな栄養素をまんべんなく含む総合栄養食だったことだそもそも天界だとマナさえ食べてればそれで問題なかったもんね そう言ってため息をつくデカラビアその言葉にハルファスも何かに気づき目の前のおいしい食事に視線を落とすあそっか地上だといろんなものを食べないと栄養が偏っちゃうからいろんな料理があるんだそうだから地上界では必然的にさまざまな調理方法が生まれ 地域によってもそれぞれ独自の食文化が生まれた天界の食事と地上界の食事たとえ同じ栄養補給だとしても食べ物に対する概念が全く異なるのにはこのような理由があったああなるほどねデカラビアが深くうなずく一方アンドラスには 食事がおいしい理由などに興味はなくただ料理を口の中へと運び込む難しい話はわからないけどとにかく地上の食べ物はうまいってことだろこのうまさの魅力には逆らいがたいだからとにかくうまいものをたくさん食べるためにもっと稼がないとそれが私たらの使命だ うんうんその通りって違うでしょう私たちの使命は勇者を探して一緒に魔王と戦うことでしょうハルファスは大きな声で当然のことを言っただけなのだがそこには一つ問題があったつまり打天使たちは一生懸命に働き日々の糧を手に入れることには成功したが 食事の楽しさに夢中になるあまり当初の目的を忘れつつあったからだうん勇者ってなんだアンドラスの言葉にハルファスからあきれのため息が出るもう私だってそりゃこっちの意見も聞かずにいきなり展開から落としたあの幼田女神の指示に従うのは尺だよ 鳥頭のアンドラスの相手に疲れつつもハルファスはブツブツと言葉を続けるんでも願えって魔王側につくわけにもいかないし、まあ、あのクソ幼なダメ神を裏切るのは全く心も痛まないけどあのダメ神はともかく先代の女神様への恩はあるし地上界の人間たちを不幸にしたいわけじゃないし。 結局無理やりに堕天させられたとしても四人は天使だ今は黒い翼を背負ってはいてもいつか天界に戻れるよう日々努めるのが本分だったアンドラスはそれを頭に思い浮かべながらも己の欲望を優先させる <laughs> ただしなるべく遅らせて。 うまいものをたくさん食べるそうよね、ドラスちゃんの言う通りついでに、かっこいい男の人も探しちゃおうああ、うん、もう、アンドラスもデカラビアも少しは天使のプライドを持ちなさいよ再度、テーブルにハルファスの大きな声が響いた 働いては食べ働いては食べしばらくそんな生活を続けていた打天使たちだったが数日が過ぎるともっと地上界を深く知りたくなりもといい,いろんな食べ物の味を知りたくなり村を離れることにした目指すはこの国の王都が抱える衛星都市の一つ 王都トから西方へ少し行ったところにあるという大きな町だったあやっと着いたヘトヘトになったデカラビアが大きく伸びをするその横でハルファスは初めての町をぐるりと見渡したへえそこそこ大きな町なのね。 でも地上界ってやっぱり不思議こんなに大きな都市を作ってどうするの別に展開がいなくってわけじゃないけどどうなのダンタリオン多分文化の違いきっと食べ物と一緒で人間には大きな町が必要なんだと思うそんなもんか ダンタリオンの分析にアンドラスは頭をかしげるひとまず打天使たちは事前に相談して決めた通りこの町で一時的な生活基盤を整えながら情報収集を行うことにした闇雲に移動したところで勇者を見つけるのは難しいという判断からだったそこでダンタリオンは 事前に手に入れた町の見取り図を取り出すまずは情報を集めるあと地上界についても勉強する、うん、そうそう私たちの正体がバレないようにを遂行できるようにしなきゃそしてダンタリオンに答えたハルファスが言葉を続ける。 お金を稼いで拠点を作ってとにかくおいしいものをたくさん食べる全員が拳を突き上げたヤッフーハルファスの宣言に3人は声を揃えて応じた結局打天使たちの頭の中は。 おいしいものを食べるという目的でいっぱいでその点に関してだけは仲良し4人組の結束は非常に固く裏切り者は出そうになかったこうして打天使たちは新たな基盤を整えるためにまずはこの町のギルドへ向かった。 旅の道中に買った魔物をギルドで買い取ってもらい当座のお金を作って宿に泊まるためだった。良識や常識に少々欠ける打天使たちだったがひとまず斬首刑や縛り首にならない方法でこの先人間界で人々に怪しまれないようごく自然に振る舞いながら生きていかなければならないのだ。 ということで気持ちも新たに向かったギルドでこれまでに買った魔物を素材買い取り窓口に差し出したのだがおいこれ買い取ってくれアンドラスの置いた魔物は買い取り窓口のテーブルがこのまま折れてしまいそうな重量だった途端にギルドにいる人々が ザワザワと騒ぎ出すああれまたキルドの雰囲気がおかしいような自分たちに向けられる視線に気づいたハルファスが小声でデカラビアに話しかけるねえデカラビア私たちに何かやっちゃったええ、そんなことないと思うよ。 だって不審に思われないようあんまり強い魔物は避けたし最初の村で教わった通り中堅のハンターが4人くらいで枯れる魔物ばっかり買ったはずでしょそそうだよね持ち込んだ魔物の量だって私たちが持てるだけの量だし量だししかし 今度は床が抜けそうな音が3度ギルド内に響くそれはアンドラスに続いてハルファスデカラビアダンタリオンの3人がそれぞれが背負ってきた魔物を素材買い取り窓口の近くの床に下ろした音だったするともはやギルドの中は喧騒すら消え しんと静まり返る一人一頭ずつ合計4頭の魔物そういささか多すぎた鳥やホーンラビットもしくはせめてコボルトとかであればともかく大型の森林オオカミが3匹とウォークが1匹。 年若い少女4人がみんなで1頭ならばまだしも1人1頭ずつ背負って運び込むにはいささか立派すぎる戦利品だった何か文句あるかアンドラスの言葉に顔面を引きつらせたギルドの買い取り係が慌てて素材の査定に入るギルド内の人々という人々から 驚愕とキーの目を向けられる打天使たちは居心地悪そうに寄り添い合った <laughs> やっぱり私たち早速何かやっちゃったみたいね地上界の常識打天使にはちょっと難しいハルファスのため息にダンタリオンも深くうなずくのだった。 今回はここまでいかがでしたでしょうか打天使たちとっても強いみたいですね次回はギルドで新たな出会いがあるかも楽しみにお待ちください今回はベルゼブブ役ゆいかがお送りいたしましたさようなら